イチョウの実。宮沢賢治。空のてっぺんなんか、冷たくて冷たくて、まるでカチカチの焼きをかけた鋼です。そして星がいっぱいです。けれども東の空は、もう優しい気境の花びらのように、怪しい底光を始めました。その明け方の空の下、昼の鳥でも行かない高いところを、鋭い霜のかけらが風に流されて、さらさら、さらさら南の方へ飛んで行きました。実にそのかすかな音が、丘の上の一本以上の木に聞こえるくらい、澄み切った明け方です。イチョウの実は、みんな一度に目を覚ましました。そして、ドキッとしたのです。今日こそは、確かに旅立ちの日でした。みんなも前からそう思っていましたし、昨日の夕方やってきた2羽のカラスもそう言いました。僕なんか落ちる途中で目が回らないだろうか。一つの実が言いました。よーく目をつぶっていけばいいさ。もう一つが答えました。そうだ、忘れていた。僕、水筒に水を詰めておくんだった。僕はね、水筒の他に発火水を用意したよ。少しやろうか。旅へ出て、あんまり心持ちの悪い時は、ちょっと飲むといいって、おっかさんが言ったぜ。なぜおっかさんは、僕へはくれないんだろう。だから、僕あげるよ。おっかさんを悪く思っちゃすまないよ。そうです。このイチョウの木はお母さんでした。今年は千人の金色の子供が生まれたのです。そして今日こそ子供らがみんな一緒に旅に立つのです。お母さんはそれをあんまり悲しんで、扇形の金の髪の毛を昨日までにみんな落としてしまいました。ね、あたし、どんなとこへ行くのかしら。一人のイチョウの女の子が空を見上げてつぶやくように言いました。あたしだってわからないわ。どこへも行きたくないわね。もう一人が言いました。あたし、どんな目にあってもいいから、おっかさんとこにいたいわ。だって、行けないんですって。風が毎日そう言ったわ。嫌だわね。そして、あたしたちも、みんなバラバラに別れてしまうんでしょ？ええ、そうよ。もう私、何にもいらないわ。私もよ。今までいろいろ、わがままばっかし言って、許してくださいね。あら、私こそ、
私こそだわ。許してちょうだい。東の空の気境の花びらは、もういつかしぼんだように力なくなり、朝の白光が現れ始めました。星が一つずつ消えてゆきます。木の一番一番高いところにいた二人のイチョウの男の子が言いました。空、もう明るくなったぞ。嬉しいな。僕はきっと金色のお星様になるんだよ。僕もなるよ。きっとここから落ちればすぐ北風が空へ連れてってくれるだろうね。僕は北風じゃないと思うんだよ。北風は親切じゃないんだよ。僕はきっとカラスさんだろうと思うね。そうだ、きっとカラスさんだ。カラスさんは偉いんだよ。ここから遠くてまるで見えなくなるまで一息に飛んで行くんだからね。頼んだら僕ら二人ぐらいきっといっぺんに青空まで連れて行ってくれるぜ。頼んでみようか。早く来るといいな。その少し下でもう二人が言いました。僕は一番初めに安ズの王様のお城を訪ねるよ。そしてお姫様をさらっていった化け物を退治するんだ。そんな化け物がきっとどこかにあるね。あるだろう。けれども危ないじゃないか。化け物は大きいんだよ。僕たちなんか鼻で吹き飛ばされちまうよ。僕ね、いいものを持っているんだよ。だから大丈夫さ。見せようか。空。ね。これ、おっかさんの髪でこさえた網じゃないの。そうだよ。おっかさんが下すったんだよ。何か恐ろしいことのあった時は、この中に隠れるんだって。僕ね、この網を懐に入れて化け物に言ってね。もしもーし、こんにちは。僕を飲めますか？飲めないでしょ？と、こう言うんだよ。化け物は怒ってすぐ飲むだろう？僕はその時、化け物の胃袋の中でこの網を出してね。すっかりかぶっちまうんだ。それからお腹中をめっちゃめちゃに壊しちまうんだよ。そら、化け物は地物になって死ぬだろう。そこで僕は出てきて安ズのお姫様を連れてお城に帰るんだ。そしてお姫様をもらうんだよ。本当にいいね。そんなら、その時僕は、お客様になって、行ってもいいだろう？いいともさ。僕、国を半分分けてあげるよ。それから、おっかさんへは、毎日、お菓子屋なんか、たっくさんあげるんだ。星が、すっかり消えました。東の空は白く燃えているようです。木がにわかにざわざわしました。もう出発に間もないのです。
僕、靴が小さいや、めんどくさい、裸足で行こう。そんなら、僕のと変えよう。僕のは少し大きいんだよ。あ、変えよう。ああ、ちょうどいいぜ。ありがとう。私、困ってしまうわ。おっかさんにもらった新しい街灯が見えないんですもの。早くお探しなさいよ。どの枝に置いたの？忘れてしまったわ。困ったわね。これから非常に寒いんでしょう。どうしても見つけないといけなくってよ。そら、ね、いいパンだろ。干しぶどうがちょっと顔を出してるだろ。早くカバンへ入れたまえ。もうお日様がお出ましになるよ。ありがとう。じゃあもらうよ。ありがとう。一緒に行こうね。困ったわ。私、どうしてもないわ。本当に私、どうしましょう。私と二人で行きましょうよ。私の時々貸してあげるわ。凍えたら一緒に死にましょうよ。東の空が白く燃え、ゆらり、ゆらりと揺れ始めました。おっかさんの木はまるで死んだようになってじっと立っています。突然、光の束が金の矢のように一度に飛んできました。子供らはまるで飛び上がるくらい輝きました。北から氷のように冷たい透き通った風がゴーッと吹いてきました。さよなら、おっかさん。さよなら、おっかさん。子供らはみんな一度に雨のように枝から飛び降りました。北風が笑って、今年もこれで、まずさよなら、さよならっていうわけだ。と言いながら、冷たいガラスのマントをひらめかして、向こうへ行ってしまいました。お日様は、燃える宝石のように東の空にかかり、あらん限りの輝きを悲しむ母親の木と旅に出た子供らとに投げておやりなさいましたとさ。おしまい。